皆さんこんにちは、うりママです。今回はキャンピングカーが欲しいけど、キャンピングカーって実際月にいくらかかるのかを我が家の例も踏まえて徹底的にお伝えします。キャンピングカーは私自身人生を豊かにしてくれるとってもいいものだと思っていますが、やはりそこにデメリットとして上がってくるのがお金の問題です。よくネットでキャンピングカーは意外と維持費がかからないとか、所有してしまえばなんとかなる、私はこの言葉を信じてしまいました。まずキャンピングカーが欲しいと思った時に、お金かかるな、でも宿代が浮くからプラスマイナスゼロか、これキャンピングカーは車内料理が作れるから食事代が節約になるだろう、これも。そこで今回はキャンピングカーを所有して初めて分かった本当にキャンピングカーにかかる費用を順にお伝えしていきます。1、キャンピングカーを所有するだけでかかる費用の内訳。2、メンテナンスや維持管理費。3、旅先で使用するお金。4、結果月々いくらかかるのか。5、これからキャンピングカーを検討する人にの順に解説をしていきます。では1つ目のキャンピングカーを所有するだけでかかる費用の内訳。まず車体価格がかかってきます。これは一括購入かローン購入かでも違いますし、中古、新車、もしくは年式だったり、選ぶ種類によっては全然それぞれ違ってくるものなので、ここは我が家の例で紹介していきます。検討している車や予算に合わせて当てはめて考えてみてください。我が家のキャンピングカーはナッツ RV のクレアエボリューションを新車で購入しています。クレアの金額は1000万円を少し超えた金額で、ローンで購入しています。月々のローンが6万円、これくらいならなんとか払っていけるかなっていう金額で設定しています。次に車の任意保険、私は東京海上日動で選んでいます。所有2年目の金額は8420円、ちなみに1年目は9000円ほどでした。そして次に駐車場料金、我が家は自宅なので駐車場料金は0円なのですが、ここに駐車場を借りなければキャンピングカーを止められない方はここに駐車場料金が含まれてきます。そしてこの3つ、月々のローン返済費、保険費、駐車場料金、この3つがキャンピングカーを所有するだけでかかってくる費用となります。うちの合計は68420円になりました。でもこれだけだったら宿代とか考えたらプラスマイナスゼロなんじゃないの、いけるんじゃない。現実はそんなもんじゃありません。項目2つ目、メンテナンスや維持管理費、こちらも種類や新車や中古などによってそれぞれ変わってくると思うので、我が家の例で見ていきます。まず1つ、自動車税1年48000円、車検費2年に1回約15万円、タイヤ交換費、夏タイヤ冬タイヤ3年に1回、30万円、バッテリー交換費3年に1回、20万円、メンテナンス修理費年間5万円。うちはキャンピングカーの維持管理としてこれくらいの予算を見ております。この金額を1年で割って月々に直して計算してみるとこんな風になります。自動車税は1年に1回48000円なので3400円、そして車検は2年に1回なので6250円、そしてタイヤは3年に1回なので8333円、そしてバッテリーも3年に1回なので5555円、そしてメンテナンス費は4166円、そしてこれを全部足していくと月々にかかっているのは27704円ということになります。維持管理だけで27000円かかっているということですね。そして項目3つ目、旅先で使用するお金、こちらも我が家の場合に当てはめていきます。一つ目が遊び代、宿泊代、こちらはまあ本当にその行った場所や長期旅や近場だったりとか、それで全然違ってくるんですけど、だいたい平均1万5000円から2万円くらいかなっていう風で計算しています。うちは家族4人です。行ったところの観光とか遊園地に行くのと、例えばキャンプに行くのではお金の使い方っていうのはまあ全然違うんですけども、だいたいまあ2万前後かなっていう風な感じで試算しています。そして次、交通費、だいたい月のガソリン代がうちが、まあ、あんまり車をこう動かさないので月5000円から1万円かなっていうぐらいです。でも長期で行く時は月2、3万の時もあります。そして次 ETC、 近場の場合はこれも3000円から5000円なんですが、遠くに行くと2、3万っていう時もあります。それを踏まえてちょっと一例に出してみましょう。1ヶ月に1回1泊2日の近場の旅行に行った場合、遊び代が2万、1日2万円、そしてガソリン代が5000円、
そして ETC 代が3000円となると合計が1ヶ月1泊2日で約2万8000円になります。では長期で行った場合も見てみましょう。この前実際行ったのは広島だったり四国だったり4泊ぐらいしています。遊び代は1日2万円と考えて4泊なので8万円、そしてガソリン代はだいたいまあ細々したの高速も合わせてだいたい2万5000円ぐらいかかっています。そして ETC 代がこちらも2万円から2万5000円ほどかかっています。合わせて長期旅で13万円ほどかかっている計算になります。でもやっぱり13万円で家族4人4泊ってなるとめちゃくちゃコスパいいですよね。だって普通に旅行行って4泊って考えたらこんな13万円じゃ絶対足りないですよね。そうやって風に考えると長期旅っていうのはやっぱりコスパいいんじゃないかなっていう風に思います。では最後にこの 1,2,3 項目を足した金額が月々キャンピングカーにかかっている金額っていうことになるので一度足してみます。1のキャンピングカーを所有するだけでかかる費用が68,400円、そして2つ目の項目がメンテナンス維持管理費、こちらが27,700円、そして項目3つ目が旅先で使用するお金、こちらは1泊2日で約28,000円となりました。そちらを合計すると1ヶ月124,000円がキャンピングカーでかかっているという計算になります。これを高いと取るか安いと取るかはそれぞれだと思うんですが、うちは正直高い。これがね1ヶ月1回ならばまあそんなもんかっていう風になったとしてもですね、キャンピングカーがあると今週も行きたいけど来週も行きたいなとかなってくると15万とか16万とかなってきちゃうんです。じゃあもう一つ長期に例えて考えてみましょう。1の 68,400円は変わりません。そして2の 27,700円も変わりません。そして3つ目旅行費が13万円になりました。とすると合計が226,100円になります。これどうですか？確かに長期旅はコスパいいです。そんなね金額ではいけないです。だけどですよ、22万6100円が旅行費でかかっている。これは果たしてコスパがいいのか悪いのか。では項目5つ目のこれからキャンピングカーを検討する人に、実際聞いてみていかがだったでしょうか。世にも恐ろしいキャンピングカーの実態、これはうちのお出かけを参考にした一つの例えなので、選ぶ車や家族構成、旅の仕方やお金のかけ方、何泊するのかによって本当に様々です。ですが意外と購入前には予想もしていなかったお金がかかってくるというのがキャンピングカーを所有するということなんです。長期旅の時なんかはかなりコスパよく旅行できるなっていう風に考えるんですけど、キャンピングカーがあると1年に何回も長期旅に行くチャンスがあるんですよ。年間で考えるとやっぱりコスパちょっと高くなっちゃうなっていう気がするんですよね。1泊2日の旅にしてもキャンピングカーがあるから1泊で終わんないんですよ。2泊行こうかなと、今週は3泊も行っちゃったぜみたいになっちゃうんですよね。食費車で作って節約しちゃうぜみたいな話も、その土地に行ったらその土地の美味しいものがどうしても食べたくなっちゃうんですよ。スイーツだってさ、普段はさ我慢してるのにさ、新しい土地に行ったらアイスクリーム食べちゃおうとか、ご当地の甘いやつ食べちゃおうとか、もみじまんじゅう食べちゃおうとかなっちゃうんですよね結局。そしてね、長期旅に行ってると洗い物問題とか水の問題とか、結構観光を優先しちゃうともう時間に追われちゃうんで、車内で作ってる時間なんてもうないんですよね正直。購入前に自分を言い聞かせるために考えた旅の節約論っていうのは全く我が家には当てはまっていないんです。ではなぜそこまでしてキャンピングカーを所有するのかっていうこと、それはやっぱりものすごく楽しいからなんですよね。少し無理をしてでも家族で出かけて思い出を作りたい、よく言われませんか、キャンピングカー持ってる人お金持ちの道楽だみたいな。じゃあやっぱりキャンピングカーを所有している人みんながお金持ちなのかっていうと、それは絶対違うと思います。で、まあお金持ちの定義っていうのは人それぞれだと思うんですが、うちもお金持ちではありません。うちは日頃節約したりとか、外食費を抑えたりとか、旦那の小遣いを下げたりとか、旦那の小遣いを下げたりとかしながらキャンピングカーを所有しているっていうのが現状です。実際購入する時も何を削ってローン代を捻出しようかっていうのをもうずっと考えたので、実際お金があったらそんな悩みはもう悩まないで即決です。もう即決だーって
ですよ。うちは今を楽しむために違うところ何かを削ったり何かを我慢しながらキャンピングカーを所有して思い出を優先して作っているっていう状況です。ここに後悔はありません。正直購入する前はこれを後悔するかなっていう風に考えたこともあり悩んだんですが、もしね買う前に後悔をしてしまった時は売っちゃえばいいっていう風に思いましたし、まあ売ってその分差額でちょっとマイナスが出たとしても、それは欲しいものを手に入れたという勉強代や経験代にすればいいっていう風に割り切りました。これからキャンピングカーを検討する方に知っていてほしいのは、思っているよりもお金がかかるという現実。でもキャンピングカーを買った人にしかわからないキャンピングカーの魅力や、お金では決して買えない大切な人と過ごす貴重な時間、これが手にできると、手に入れることができると思っています。これは我が家のお金の、まあ、一つの例として挙げさせてもらっただけで、キャンピングカーを所有している人たくさん、まあ、このチャンネルを見てくれてる方もいらっしゃると思うんですが、もう本当に10人といろいろんなキャンピングカーの使い方があって、それぞれ、まあ、お金の使い方だったり遊び方だったり全然違うと思うので、まあ、これはもう本当に一つの例です。でも私が実際に所有してみて思ったのが、意外とお金かかるなけど、まあ、それで無理だから売っちゃおうっていう風にならなかったのは、それ以上の魅力を感じたから他で我慢してこのキャンピングカーっていうものを維持していこうっていう風に思えたからっていうことです。他にもねコメントとかで、こんなに使わんよとか、いやもっと使うわとか、こんなんじゃ安すぎるわっていう人もいると思うんで、いろいろそういう声とかも参考になるんじゃないかなと思います。やっぱり買う前って不安ですよね。私もめちゃくちゃ不安で、実際でも細かくそんなに言ってくれる人とか教えてくれる人っていないから聞けないし、お金のことってもう、だからもう今回こんな風に本当実際結構かかるお金っていうのが私の思った感想だったので、実際そのまま伝えさせていただきました。本当にキャンピングカーっていうのは欲しいと思っている人がいるならば一回試してほしいなって思うものですね。うちの主人なんか本当にキャンピングカー買うの反対で、最初ねもう2泊とか無理だよとか言ってたんですよ。2泊とか無理だよってキャンピングカー買って2泊無理だよとか、どういうことっていう感じ。まあ私が結局押し切って買っちゃったっていうのがあったから、今なんてもう長期旅行こうぜみたいな感じになるぐらい、やっぱりこの魅力っていうのは使ってみないと分かんないんですよね。だから意外とこう悩んでても、よしじゃあこれぐらいお金かかるかもしれないけど行っちゃおうと思って行っちゃったら、手にできるもの、経験できることっていうのが持った人にしか経験できる、持った人だけが経験できるっていう、この貴重な時間をね手に入れることができるんじゃないかなって私は思っています。長くなっちゃいましたが、最後まで見ていただきありがとうございました。キャンピングカーを検討する方とか、まあ、もちろん持っている方も自分のイメージと比べたりしながら面白おかしく動画を見てくれたらとても嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画はハッピーな感じでお会いしましょう。さよなら。喋り続けてやばいね、喉がカンペやばくない？カンペっていうか言わなきゃいけないことみたいな、そうやってね書いてね、頭にちょっとこう入れながら喋ってるんですが、まあうまく話せたらいいなと思ってます。